科学忍者隊ガッチャマンは、タツノコプロが制作した SF アニメ。世界征服を企む秘密結社、ギャラクターと戦う、5人の少年、少女で結成された、科学忍者隊の活躍を描いた作品。2015年時点、ガッチャマンを関する派生作品は、以下7プラス1作品。本校では、テレビアニメ第1作、科学忍者隊ガッチャマンとそのバリエーション、及び、 リメイク版である OVA 作品5書マンについて扱う。国際科学技術庁のウラン貯蔵庫が亀の姿をした巨大な怪獣型ロボに襲撃され、ウランを強奪される事件が発生した。地球征服を狙う謎の秘密結社、ギャラクターによる犯行だ。ISO、マントル計画主任である南部博士は、この危機に対して、対、 ギャラクター用に密かに結成していた特殊部隊、科学忍者隊を出動させる。忍者隊の活躍で、タートルキングは破壊され、ギャラクターの目論見みはついえたかに思えたが、それは、科学忍者隊と、ギャラクターとの長きにわたる、戦いの序幕に過ぎなかった。科学忍者隊は次々と荒手を繰り出すギャラクターの、テロ攻撃に、時には生身で、時には大型戦闘機、 ゴッドフェニックスで立ち向かっていく。テレビアニメ版は1972年10月1日から1974年9月29日まで、フジテレビ系で毎週日曜日18時から18時30分に全105話が放送された。2年間の平均視聴率は約21%。本作品の成功により、心臓人間キャシャーン、ハウラケンポリマー、 宇宙の騎士テッカマンといった変身ヒーローによる SF アクションものが続き、タツノコプロの一つの路線を構築した代表作である。人気や知名度の高さから、その後、映画版や続編、OVA も制作された。タツノコプロ企画文芸部の超怪人さんと、須山里氏によって企画が練られた。鳥海によると、忍者舞台月光、世界少年隊といった、 吉田達夫の漫画は特に意識したわけではないというが、結果的に少年少女によるチームが敵と戦う構成は踏襲することになった。一方、プロデューサーの久野里一平は前述の2作をベースにしたとし、太平洋戦争が舞台の忍者舞台月光では夢がないので科学忍者としたと述べている。吉田達夫と久のり一平のデザインによる斬新なコスチュームと、 劇画タッチで個性あふれるキャラクター、SF 作家、奥間はじむによる SF 交渉、さらには中村美月のデザインしたメカニックとそれを演出した本作が監督デビューになる鳥海久志行きによるメカ描写が当時としては未来的でリアルなものであったため、その後の SF ヒーローアニメの方向性に多大な影響を与えている。当初は巨大メカと戦う。 低年齢向けのアクションものとして開始したが、公害、科学、戦争などの現実的で、シリアスなテーマ、肉親の情や過去といったドラマ性など、子供向けアニメの枠に収まらないエピソードが人気を、読んだ。PCB、原子力戦など、当時の社会問題を素材に用いた回もあるほか、敵組織キャラクターが、科学忍者隊を出し抜き勝利を収めたり、 作戦そのものは失敗するも一つの都市を壊滅させたりなど、主人公側の敗北という通常なら考えられない展開も多かった。視聴率は高かったため当初1年間の放送予定が2年に延長され、タツノコプロを代表する作品となった。当時のタツノコプロには実写用カメラが装備されており、実写映像やオプチカル合成のシーンも随所に採用されている。 オープニング冒頭に登場する地球は質感を出すため調理器具の棒料紙粘土で覆い、その上に海や雲を描いたものを撮影している。発案は撮影の細野ただし、描いたのは美術設定の中村光とされる。連続テレビアニメでありながら、1話あたりのセル画枚数は平均5000から6000枚に及び1万枚を超えた驚異的な回もあった。第1話。 ガッチャマン対タートルキングは特に秀逸とされ、怪獣映画のスケール感があると評価された。あとのオリジナルビデオアニメ版でこの回のリメイクが、試みられている。作画面では同じく劇画タッチだったアニメンタリー決断から引き続き、作画監督の宮本貞夫をはじめ、菅正美、古戦友犬、加藤茂らが参加。さらに前番組の、田舎っぺ大将から二宮恒夫らが加わり、 決断での経験も生かされ、リアルタッチの作画でタツノコプロの名を高めた。本作の仮タイトルには、科学忍者隊バードマンや、科学忍者隊シャドウナイツがあったが、広告代理店の読売広告者の松山貫き専務による発案により、ガッチャマンに決定松山によると、メカが合体する時の、ガッチャンという擬音から発想したというが、まるでギャグものだとタツノコプロの、 スタッフ側からは不評であったという。なんとなく、フィーリングでつけたため、ガッツと、マンでガッチャマンと説明されることもあった。別説では、吉田達夫ら主要スタッフが、企画会議という名目の飲み会を行っていた際、誰からともなく、ガッチャマン。と叫び、それがそのまま決まってしまったというのがある。なお、作中の設定では、ガッチャマンとは、組織の名前ではなく、 科学忍者隊のリーダーの称号である。正確に呼ぶならば、リーダーの大橋の剣以外の4人は、ガッチャマンではなく、単に科学忍者隊の隊員、ということになる。実際、エンディングのキャスト紹介においては、剣のみ、ガッチャマンという役名になっている。敵型のギャラクターは、過去のタツノコプロ作品、宇宙エースに登場する。 SF 作家の広瀬忠が名付けた敵キャラクターの名前を再利用したもの。山猫から付けられたベルクカッツェなどというネーミングともどもインパクトの強さを狙ってスマートすぎない名前にしたとの関係者との改造がある。また、熟慮の上キャスティングされた声優陣も好評で南部博士役の大平徹は当時辰野子プロ作品ではハクション大魔王など。 ギャグアニメの印象が強い声優だったが、本作ではシリアスな役柄にもかかわらず、あえて起用に踏み切り成功した。ベルク・カッツェのキャラクターは、最初から細かく設定されていたわけではなく、カッツェを演じた俳優の寺島みきおの独特な演技に、スタッフが影響を受け、後から肉付けされた部分が多いという。ガッチャマンは、タツノコプロを代表する作品となったが、企画の超怪人さんは、 設定について、あまりにもずさんで、口頭無形だったと後悔しており、小説、科学忍者対ガッチャマンを執筆する動機になった。両曲とも、作詞流のコプロ文芸部、作曲、小林亜生、編曲、ボブ作間系列は、当時の系列。東方チャンピオン祭りでは、1973年に二度に、渡って、t v ブローアップ版が公開されている。 小学館の学習雑誌に連載1977年10月にはテレビアニメのサウンドトラックから編集したドラマ編 LP レコードが発売された。オープニングテーマの冒頭に5人の名乗りが入るという趣向で、さらにコンドルの上役の佐々木伊が作詞、作曲、歌唱した新装入荷が2曲収録された。テレビアニメ版の再放送での人気もあり、 宇宙戦艦ヤマトに始まるアニメブームに乗って、劇場アニメ版が1978年7月15日より公開。映像はテレビ版を再編集したものだったが、映像面では宇宙の騎士テッカマニア、タイム母艦で使用されたスキャニメートが診察部分で使用されたり、音響面では超立体音響フェニックスサウンド 4CH 用体、音楽は杉山孝一が 新たに担当し、NHK 公共楽団が演奏を行った。NHK 公共楽団が映画のサウンドトラックを演奏したのはこの時が初めてということで話題を呼んだ。なお、工業上の要請から岡本喜八が名目上の葬式にクレジットされているが、長年の岡本ファンだった鳥海は岡本に会えるという嬉しさからこの条件を了承したという。声優のセリフについては、 小林清によるナレーションと一部人物のセリフのみ、新録音。それ以外のほとんどのセリフは、テレビ版の音声テープからの流用と思われる。物語は総裁 X の地球侵入からベルクカッツェ、誕生、タートルキング出現から、科学忍者隊のウイホントワール国潜入から、V2 計画上の不調から、ブラックホール作戦という構成に絞られていて、 テレビ版における戦いの数々や重要エピソードは省略された。OP はテレビ版の OP にガッチャマンの変身バンクや生身の忍者隊の活躍シーンを編集したものになっている。続編、科学忍者隊ガッチャマン2が1978年10月より、さらにその続編の 科学忍者対ガッチャマン F が1979年10月より合計約2年にわたって放送された。1989年にプロ野球球団福岡大英ホークス発足に伴い採用された三宅一世デザインのヘルメットがガッチャマンヘルメットの愛称で呼ばれた。1994年には心臓人間キャシャーンに続いて タツノコ作品ファンというアニメーター、梅津康臣により、キャラクターデザインを現代風にアレンジして、オリジナルビデオアニメで3話が制作されている。2000年秋には、アイドルグループのスマップが、ガッチャマンに扮する NTT 東日本のテレビ CM が放映。それと連動して、ウェブサイトでは、佐藤慶一監督、葉山健二が、キャラクターデザインと作画監督を務めた。 新解釈によるアニメ版が公開された。なお、スマップでの配役は、中井雅宏が、県、木村拓也が、ジョー稲垣五郎が、淳、草薙剛が、ジンベ衛、香取慎吾が、竜であった。香港の CG アニメ制作会社、今木アニメーションスタジオが、日本のオリジナル版をもとに、全編 CG の劇場版、アニメ、ご書漫を制作している。 制作予算は4000万ドルで2009年に全米公開予定。監督と脚本はケビン・ウンロエが担当する。しかし、資金難等で制作が遅れに遅れ、2010年5月現在、公開は2011年とされているが、詳細は不明。株式会社デアゴスティーニ・ジャパンより2008年2月5日から2010年8月31日まで、本作を含む、 シリーズ3部作、全205話を、毎号三3話ずつ収録した DVD 付きマガジン、各週間科学忍者隊、ガッチャマン DVD コレクションが、全68号で刊行された。ガッチャマンの英語表記である、ご書ンのタイトルで映像化。従来のイメージを残しつつ、メカ、キャラクターデザインを一新している。キャストも総裁 X 役の田中を除いて一新された。 総裁 X の映像には CG が使われている。朝日、そのラマのそのラマ文庫から小説版も出版されており、小説版は OVA の初期プロットに基づいて柿沼秀樹が執筆している。差し絵は梅津康臣。2011年4月18日から2013年3月29日までと、2013年8月19日から8月23日まで。 日本テレビ系列で放送されている ZIP のコーナーである朝アニメにおいておはよう忍者大ガッチャマンが放送された。2007年4月10日にインデックスホールディングスと日活からヤッターマンと共に実写映画化が発表され2009年3月7日にまずはヤッターマンが公開された。2012年10月12日には本作が 日活100周年達のコプロ50周年記念作品として2013年8月に公開されることが明らかになり2013年8月24日に公開された文化放送の制作により1978年4月9日から9月3日にかけて毎週日曜日の17時30分から18時の時間帯にラジオドラマとして放送された キャストと主題歌はテレビ版と同一。ドラマの内容はテレビ版のエピソードを数本ピックアップし、ラジオドラマ第本として再構成、再録音したもの。同時刻に放送されていた、商店のパロディ会や、科学忍者隊、VS ギャラクターの野球大会、ベルクカッチェが主題歌の替え歌を歌う会などもあった。アメリカでは、サンデー・フランクがタツノコプロから権利を取得し、 1978年10月からバトル・オブ・ザ・プラネッツというタイトルでシンジケーション販売で各地のテレビ局で放送された。ガッチャマンは宇宙の小惑星で戦う G-Force という設定になり、暴力描写などのアメリカでは問題がある映像が一部削除されてセブン・ザ・ーク、セブンが登場して説明するシーンが追加された。これらの改編はスター・ウォーズの影響があるとされる。 その他、独自の要素を盛り込むなどの改編、編集が加えられ、全85話のシリーズとなっている。制作費は500万ドルで、当時の子供向け番組としては高額となっている。バトル・オブ・ザ・プラネッツは、アジアを除いた地域にも輸出されており、サンデー・フランクは、多額の利益を得たとされる。1986年になって新たに、ケーブルテレビチャンネルの、 ターナーブロードキャスティングシステムから G ・フォースガーディアンズ・オブ・スペースのタイトルでも全85話が放映されている。こちらはバトル・オブ・ザ・プラネッツよりも原版に忠実であるという。2005年に ADV フィルムから原版に極めて忠実な英語吹き替え版 DVD が制作され、1年余りをかけて全105話がリリースされた。こちらは日本語音声も収録された改変なしの 完全版で人物名もオリジナルに忠実だが、鉄獣メカの名前は動物名などの部分が英訳されたものになっている。台湾では科学消費協化手へシャオフェイイシアというタイトルで1977年から初めに数回放送。子供たちの人気者に巷ではシールや玩具が爆発的に売れたという。消費キャントは ピーターパンの中国語タイトルでも描かれているような空を飛びながら戦闘をするイメージでつけられたと考えられる。主題歌については日本版原曲をそのままで中国語に作詞変更され児童合唱団が歌っていた。イコールイーグル五兄弟というタイトルで放送された。過去に鉄人007といった盗作アニメが放映された。2006年にファーストパーソンシューターの体裁を取った。 オンラインゲームのガッチャマンが開発されていることが明らかとなっている。この記事は以下のカテゴリでも参照できますご書マンに関するカテゴリ。ありがとうございます。